この新型コロナウイルスについて、きのう県内では、いわき市で43人、郡山市で16人、そして福島市で5人など、県内14の市と町、そして県外で、合わせて81人の感染者の急拡大を受けて、いわき市では、きのうから今月31日まで、まん延防止等重点措置が適用されまして、 飲食店に対し酒類の提供停止と午後8時以降の営業自粛が要請されています。 さらに要請に応じない店舗には、20万円以下の過料を課すこともできます、はい、そしてまた、同じ期間ですね、いわき市を除きます県内全域を対象に、県独自のこちら、集中対策というのが実施されていまして、酒類を提供する飲食店へ営業時間短縮を要請、県民に県をまたぐ旅行や帰省を原則中止するよう呼びかけています。こうした中福島市では先ほど 高校の部活動で新たなクラスターが発生したと公表しました昨日、新たに81人の感染が確認された県内このうちの1人はクラスターが発生した北方市の子ども会の旅行に参加した子どもで関連の感染は8人となりましたこのほか、福島市の居酒屋で新たに従業員1人が感染 いわき市の児童施設では利用者2人の感染が確認され、それぞれ合わせて9人にクラスターが拡大しました。入院は393人で、病床の使用率は79.2%と、ステージ4の水準を超えて病床が逼迫しています。また、自宅療養者は335人と過去最多を更新。 直近1週間の新規感染者数も655人となりこちらも過去最多となりましたまた福島市は先ほど福島東陵高校で新たなクラスターが発生したと発表しました感染したのは同じ部活動に参加する生徒できょうまでに7人の感染が確認されました市は部活動の種目を公表していませんが部員と顧問合わせて37人で 今月6日から活動を休止しているということです市では検査を進めるとともに感染経路を特定することにしています